上部式フィルター上部式フィルターはアクアリウムにおいて使用されるフィルターの一種である。水槽の上部に設置される。水槽の水はポンプによってろ過器に組み上げた後、ろ過層を通過する際にろ過され、重力によって再び水槽内へ落下し循環する。層を複数持つものがあり、例えば第1層はドライ式で物理ろ過を行い、第2層はウェット式で 生物路過、第三層で化学路過を行う。路材は、ウールマット、スポンジ、炭、柿殻、砂利、セラミックなどの多孔性材料など、多種多様なものが使用されている。組み上げられた水が、路過層から本水層へ落ちる際、また路過層から水層に戻る際に、空気中の酸素を巻き込むことから、水への酸素供給をも行われる。本方式の利点は、 水槽の上部空間を利用するために、フィルター設置のための追加場所を必要としないこと、特に60センチメートル幅のものは安価であること、露過剤洗浄等のメンテナンスが手軽に行えることなどである。良好なメンテナンス性は、生体メインの水槽、金魚等の水を汚しやすい魚種の飼育に適している。底面式フィルターと併用される場合があり、 相互に連結するためのパイプも市販されている。オールインワンタイプの水槽では、ろ過に上部式と底面式が採用されるのが一般的になっている。かつてはアクアリウム用水槽のデファクトスタンダードであり、現在でも6 0トルから9 0トル程度の水槽で多く使用されている。フレーム付き水槽でしっかりと設置することができる。 同じ色でデザインも統一された、照明装置も共に販売されている場合があり、比較的安価な、水槽、フィルター、照明のセットで販売も見られる。一方、二酸化炭素追加装置により追加された二酸化炭素を空気中へ逃がしてしまうことと、水槽上部の照明設置スペースが削られるため、水草の育成には不向きとされる。本体と路材の例、ありがとうございます。